ナンバーアンダーラインアイヒラノショーのファン愛が爆発マイクに刻まれた ILIZE ロゴに涙するファン続出ナンバーアンダーラインアイライブでヒラノショーがファンへの愛を証明マイクに刻まれた ILIZE にファン熱狂音楽の世界にはアーティストとファンとの間に築かれる特別な絆が存在しますその絆はしばしば単なる応援や支持を超えて 互いいに深い理解とと共共感を共有すす。る関係へと発展しますナンバーアンダーラインアイのメンバーとファンネーム ILYZ の間にはまさにそのような絆が存在しますこの関係は特に最近のツアーナンバーアンダーラインアイアンダーラインライビーツアー宮城においてメンバーの平野翔がファンに対する愛情を体現した瞬間を通じて鮮明に感じ取ることができましたこのライブの中で平野翔が手にしたマイクには ILYZ のロゴが刻まれており、それは単なるファンネームではなく、メンバーがいかにファンを大切にしているかを象徴するものでした。このさりげない行動に多くのファンが感動し、彼がファンをどれだけ愛しているかを再確認しました。彼のようなトップアイドルが、パフォーマンス中に自分のファンネームをマイクに刻み、ファンへの思いを表現する姿は、まさに彼の優しさと誠実さを象徴しています。そして、 この行動が i l i ズにどれほどの喜びをもたらしたかは、ライブ後のファンのコメントや感想からも明らかでした。i l i ズの多くが、この出来事を、感動的で特別な瞬間として心に刻んでいます。n o イ,イのファンである ILIZ たちは、メンバーたちの一挙手一投足に常に感動し、応援し続けています。そして、このような小さなディテールに対する気配りこそが、 彼らのの関係をより特別なものにしています例えば、平野翔のマイクだけでなく、ライブ中に彼がファンを見つめる視線や、ステージ上での映画を、さらにはファンカムに映る彼の仕草など、これら全てがファンにとってかけがえのない宝物となります。ファンはこれらの瞬間を逃すことなく、スマホのカメラで撮影し、SNS でシェアすることで、他のファンとも喜びを共有します。ライブの後、 ILIZ たちは SNS 上で熱心に写真や動画を投稿し、互いに感想を述べ合います。その中で特に注目を集めたのは、Galaxy や iPhone16 といった最新のスマートフォンを使用して撮影された高画質の映像や写真です。こうした高性能なカメラを使ったファンの投稿は、まるでプロのカメラマンが撮影したかのように美しく、平野紫の魅力を余すところなく伝えています。彼の完璧な容姿や、 ファンに向けた優しい表情は、写真や動画を通じてより一層際立ち、ファンをさらに魅了します。このようなテクノロジーの進化も、アーティストとファンの絆を深める一因となっています。また、ファンカムの中には、平野翔が目の前に現れた瞬間を捉えたものもあり、血管が浮き出るほどの情熱を持ってパフォーマンスする彼の姿に、多くのファンが感嘆しました。その瞬間、 彼の存在感がいかに圧倒的であるかを改めて感じさせられたのです。さらに、センステ最前列の席を手に入れたファンは、至近距離で彼を見つめ、その強靭な方と可愛らしい笑顔のコントラストに感動し、感謝の気持ちを述べています。このような近距離での経験は、ファンにとって一生忘れられない思い出となります。ライブの最中だけでなく、その後もファン同士の交流が続きます。 隣に座っていたファンが親切に声をかけてくれたり、彼らが共有する感動的な瞬間を一緒に楽しんだりすることも、ライブの魅力の一部です。特に翔くんがファンに向けてくれた特別な視線や笑顔は、どれほど距離が離れていても、ファンにとって大きな意味を持つのです。ファンは、自分に向けてくれたと感じ、その思いを共有することで、さらにファンダムの結束が強まります。こうした一連の出来事は、 単にアイドルとファンの関係を超えて、まるで家族や親友のような深いつながりを感じさせます。それは、アーティストがファンを単なる応援者としてではなく、共に成長し、喜びや悲しみを共有する存在として捉えていることに由来します。平野翔や他のナンバーアンダーラインアイメンバーたちが、ライブ中や SNS でファンに対して見せる愛情あふれる姿勢は、ファンにとって何よりも大切なものです。彼らの真摯な態度が、 ファンの心をつかみ続けている理由の一つでしょう。また、ライブの運営や本人確認の厳重さも、ファンの期待に応えるための一環として欠かせない要素です。顔写真付きの ID での本人確認を行い、整形などで顔が変わった場合も考慮されるほどの細やかさが求められます。こうした取り組みは、ファンにとって安全かつ快適なライブ体験を提供するためのものですが、それに対してファンも感謝の意を示しています。 ファンは、ライブがスムーズに運営されることで、より一層アーティストとの特別な瞬間に集中できるのです。ライブの最中、ファンたちはスマートフォンを駆使して写真や動画を撮影し、それを後日見返すことで、再び感動を呼び起こします。特に、平野翔の背中が映った写真や、彼がファンに向けて優しい視線を送る瞬間などは、多くの ILYs が涙する場面となりました。これらの瞬間は、 ただのライブの一部ではなく、ファンにとっては一生心に残る宝物です。平野翔がステージ上で放つエネルギーや、ファンへの思いを込めたパフォーマンスは、ファンにとってかけがえのないものとなり、彼らが長年応援し続ける理由にもなっています。ライブが終わり、ファンはその余韻に浸りながらも、次の公演やイベントを心待ちにしています。ILYs たちは、これからもンダーラインアイのメンバーたちを応援し続け、 彼らとの特別な絆を深めていくでしょうそして平野翔が見せてくれたようにアーティストとファンが互いに愛情を持って接し合うことでその関係はより一層強固なものとなっていくのですこのように ILIs、e yes、と n o ア i のメンバーたちは互いに感謝し合い支え合いながら歩んでいますそれは単なるアイドルとファンの関係を超えたまさに特別なパートナーシップと言えるでしょう この絆は、これからも続き、さらに深まっていくことは間違いありません。ファンは、彼らのパフォーマンスを通じて得られる喜びや感動を共有し、アーティストはその応援に応える形で、さらに素晴らしいステージを提供してくれることでしょう。この関係が、未来に向けてどのように発展していくのか、楽しみに待ちたいと思います。ファンとアーティストの関係は、時間とともに進化し、 さらに強固なものへと変わっていきます。特に、ナンバーアンダーライン・愛とアイエルワイズのような深い絆を持つ関係では、その進化が顕著に現れるでしょう。これからの未来、彼らの関係はどのように成長し続けるのでしょうか。また、どのようにして新しい形のつながりを築いていくのでしょうか。まず、テクノロジーの進化がその一助となることは間違いありません。現在、 ファンは SNS やライブ配信、ファンカムなどを通じてアーティストとリアルタイムでつながることができ、これまでにない形で彼らの活動を応援できる時代となりました。スマートフォンのカメラ技術が向上することで、ファンはライブ中の感動的な瞬間を高画質で記録し、SNS で共有することができるようになりました。これにより、ライブ会場に行けなかったファンも、まるでその場にいたかのような臨場感を味わうことができ、 ファンダム全体の結束が強まっています。さらに、これからのライブエンターテインメントの発展は、ますますインタラクティブなものへと進化していくでしょう。例えば、VR、仮想現実や AR、拡張現実の技術が普及することで、ファンは自宅にいながらまるでライブ会場にいるかのような体験を楽しむことができるようになります。こうした技術革新により、地理的な制約を超えて、 全世界の ILYs が同時にナンバーアンダーラインアイのライブを体感できる日もそう遠くないかもしれません。また、メタバースなどの仮想空間でのファンミーティングやイベントも、アーティストとファンとの新たな交流の場として注目されています。このように、テクノロジーの進化は、アーティストとファンの絆をさらに深める大きな可能性を秘めています。しかし、テクノロジーがどれだけ進化しても、その根底にあるのは、 アーティストの真心とファンの無償の愛情です。平野翔がマイクに ILIZ のロゴを刻んだ行動は、その象徴的な例です。彼のように、ファンを大切に思い、その思いを具体的な形で表現するアーティストがいる限り、ファンとの絆はどんどん強くなっていくでしょう。彼の行動は、単なるパフォーマンスやサービスの一環ではなく、真の感謝と愛情から生まれたものです。こうした誠実な姿勢は、 ファンにとって何よりも大切なものであり、彼らの支持を永続的なものにしています。ファンにとって、アーティストからの愛情を感じる瞬間は何よりも特別です。例えば、ライブ中に目が合ったと感じる瞬間や、彼らがファンのために特別なパフォーマンスを披露してくれる場面、そして SNS 上での交流など、どれもがファンの心に深く刻まれます。これらの瞬間は、ファンにとって一生忘れられない宝物であり、 それがファンをアーティストののに引き寄せ続ける理由の一つですファンはアーティストの成功を自分のことのように喜び彼らの成長を見守り続けます。そしてアーティストはその応援に感謝しさらなるパフォーマンスでファンに依頼ます。この相互作用がアーティストとファンの関係をより強固で持続的なものにしています。